はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は講習から帰ってきて改めて感じた、自分が生徒さんに対して日々感謝していることと、私が生徒さんとして受け入れる際の定義について話をしていきたいと思います。皆さんが例えばいろんな物販塾だとかネットビジネスのスクールだとかと自分のところを比較していたりだとか、海外物販やりたくってこいつに教わろうかなって思ってんだけどどうなんだろうっていうふうに考えている際の判断基準になればなと思います。というわけで、まずはじめに私が日々生徒さんに感謝していることなんですが、今回も広州に生徒さんと行ってきていろんなところを回ってきました。例えば広州の白雲区の工場地帯、白雲区自体ものすごく大きいんですけど、その中の工場地帯の一つに行ってきたりしたんですけど、そもそもそこ行けたのっていうのは、参加された生徒さんが事前に約束を取り付けてくださっていたからであって、自分の手柄でも何でもないんですね。ただ結果的に本当に三方よしのラオバン社長に出会って交流することができて、なんか生徒さんいたら紹介してくださいねみたいなことをおっしゃっていただいたんですよ。しかもその生徒さんも生徒さんで、ご自身が見つけた工場なので、私にもし黒沢さん、ここの映像は撮らないでくださいだとか、ここの業者は他の生徒にはすいません紹介しないでくださいって言ったら、自分も一切紹介してなかったんです。でもその生徒さんは全然紹介していただいて構わないというふうに快諾してくださったので、動画としても上げられたし、今もこうやって話してるんですね。要するに自分って生徒さんがいるからこそ、自分一人だったら決して行かないような場所に行ったりだとか、自分一人だったら決して躊躇してやらないようなことをやったりだとかすることができるんですね。簡単に言えば、恐怖心よりも探求心とか好奇心っていうのが上回っているから行動できるんですが、とはいえ自分自身一人だったら正直ぶっちゃけビビリなんですよ。だから生徒さんにとって役に立つだとか、もっともっと生徒さんに感謝されるだろうとか、そういったある意味策略的なこともあるからこそ動けるところっていうのが少なからずあるんですね。薬局に行って薬局の中撮影するだとか、工場に行って工場の倉庫内撮影するだとか、やっぱり自分一人がセラーとして動いてるだけだったら、そこまでの行動ってできてなかったと思うんですよ。取らなくてもいいやって言い訳いくらでもできるじゃないですか。だからやらなかったと思うんだけども、生徒さんがいるからこそそれだけ自分も好戦的にというかね、積極的に動けるし、生徒さんがいるからこそ自分一人で講習回っていたら決して得ることができない情報っていうのをたくさん得たりだとか、決して会うことができない人に会えたりだとかするわけなんですよね。この延長線上の話なんですが、自分自身は随時生徒さんっていうのは受け入れています。受け入れてるって言っても、申し込みいただいてじゃあ始めましょうっていうんじゃなくって、必ず事前に電話して1時間とか2時間とかしっかりお話しして、資金面だとかご家族の理解されている、ご家族が理解されているかどうかだとか、あとはご自身のお仕事との兼ね合いだとか、そういったことも含めて全部話して、かつ基本的な礼節だとかね、あとは言葉遣いだとか、そういったまあ社会人としての基礎的なことって言ったら、なんかざっくりとしちゃう言い方になってしまうんですけれども、やっぱり独立独歩一人のセラーとして動いていける大前提になっている常識的な部分ですよね。そういうところっていうのがどれだけ備わっているのかっていうのも判別した上で、じゃあ大丈夫であるからやりましょうっていう話をします。ある種お互いを審査するっていうことを大切にしているには理由があります。それは今回私が今回のツアー中にお会いした工場の社長だとか、あとは代行会社の人たちだとか、あとは私の他の生徒さんですよね。みんな自分は大好きだし、一人一人に対する責任っていうのを持っているって考えているんですよ。要するに私が例えば工場の社長に生徒さんを紹介するとき、その生徒さんに対する私も責任あるじゃないですか。変な工場の社長は紹介できないっていう責任があると同時に、その工場の社長に対しても変な人は紹介できないっていう、やっぱり社長に対して、工場の社長に対しての責任も負っているっていうふうに考えているんですね。だからどちらも素晴らしい人だからこそ紹介するのであって、片っぽ素晴らしい、片っぽ例えばメールのやり取りとかだと、なんかすごいずさんだったりとか、ろくに挨拶もできないとか、なんかいちいちネガティブなことを言っちゃうだとか、そういう人だったら私はその社長に紹介したくないんですね。社長にとっても手間だし、はっきり言っていい取引にならないと思うんです。で、対代行会社でもそうで、やっぱり代行会社っていうのは我々の一部の業務っていうのを代わりにやってくださっている方なので、まあ代行会社様々なんですよ。まあ別に減り下りすぎる必要はないんですけれども、少なくとも感謝と敬意を持ってして対応する人じゃないと、私代行会社のいろんな人たち
存じ上げてますけれども、直接もちろん会ったことも何度もあるし、本当いい人たちなんです。だからその人たちの気を思いっきり悪くしたりだとか、手間ばっかりかけて全然利益にならないような人っていうのは絶対紹介したくないっていう気持ちがあって、だから生徒さんに対しても誰でも彼でも海外物販やったらいいですよ、ウェルカムですよっていうスタンスは絶対に取らないっていう姿勢を貫いているっていうことなんですよね。というわけで、何かしらね、皆さんがネットビジネス、いろんな情報をパソコン上に流れてるじゃないですか。で、そういった情報を見ていくと、なんかすごくお金のことばっかり言ったりだとか、誰でも簡単に始められますだとか、とにかくなんか人を無理やりでもかき集めようとする感覚っていうのが多かったりだとか、あとは自分が教祖みたいな感じで君臨して、自分を中心に周り人をはべらせるようなね、感覚で人を集めようとしてる人って多いと思うんですよ。自分はあくまでも生徒さん含めたみんなの輪っかのうちの一部に自分がいればいいし、なんならその輪っかのちょっと外側周縁部分から生徒さんたちを見守っていられればいいなって思ってるぐらいで、ただ講習ツアーだとか勉強会だとかそれぞれのイベントに関しては自分がもちろん温度を取るんけれども、それは構成的グループエンカウンターって難しい言い方するんですが、それのリーダー格の人であって、決してその人を中心に輪っかができているわけではないし、そうなる必要もないって正直思ってるんですよ。こういう感覚っていうのに対して、すごく賛同してくださる方っていうのは、ぜひ海外物販ね、お問い合わせいただきたいし、どっちしろしっかりと話しますから、お問い合わせいただきたいし、物販やりたくってご興味があるのであればお問い合わせいただきたいし、今回話した話っていうのが全然腹に落とせないだとか、何言ってんだこいつって思う方に関しては、絶対馬が合わないと思うから、別のところ行った方がお互い幸せなんじゃないかなっていうふうに思います。というわけで、きつめの言い方しちゃったかもしれないですけれども、それが自分が本当に思ってることなので、そのまま伝えさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。ちょっとね、鼻声というかガラガラ声残ってて、お聞き苦しいところもあったかと存じます。その点失礼いたしました。では失礼いたします。